虎ノ門方面改札口ホーム、神谷町駅は東京都港区虎ノ門5丁目にある東京地下鉄日比谷線の駅である。駅番号は H05。駅名は開業当時の町名に由来する。住居表示に伴い消滅して虎ノ門の一部となった。地下2階に相対式ホーム2面2線を有する地下駅。地下1階にコンコース、改札口がある。 1980年代後半から1990年代前半にかけて周辺にオフィスビルが多く立地するようになり、利用客が増えたことで、ホームの福音を大きく広げる改良工事が行われた。改札口とホームの間にエスカレーターを設置している。ほか、虎ノ門方面改札口にはエレベーターも併設されている。また、トイレは両方のホームの六本木より先端にあるが、 二番線ホーム側のトイレはリニューアルされ、多機能トイレも併設された。なお、改札外コンコースから出口に通じるエレベーターは、終日稼働しておらず、平日は7時30分21時、土曜日は7時30分18時のみしか稼働しない。また、日曜、祝日はエレベーターを使うことができない。2020年2月7日より、スイッチ制作の発車メロディを使用している。 曲は一番線が、上って降りて、二番線が、ラブリーモーニングである。2020年度の1日平均乗降人員は6万1568人で、あり、東京メトロ全130駅中44位他線と接続しない、日比谷線の単独駅では、乗降人員が、最も多い。近年の1日平均乗降、乗車人員は、下表の通りである。周辺は、 あたご山などに囲まれたオフィス街で、虎ノ門や芝公園にも近い。ありがとうございます。